チトラベルです。シンガポールとビンタンと第2話をご覧いただきましてありがとうございます。前回の第1話では成田空港の桜ラウンジと成田からシンガポールまでの JAL のプレミアムエコノミーの様子をご覧いただきました。そして今回の第2話ではシンガポールの空港近くにあるビレッジホテルチャンギっていうホテルとその周辺の様子をレポートしたいと思います。シンガポールの空港に深夜に到着しまして、翌日はフェリーでビンタン島へ渡るためホテルの滞在時間が短いのでどこに泊まるかとっても悩みました。よくわからなかったので事前に調べてみたんですけれども、この3つが候補に上がりまして、1番の仮眠室、これはちょっと体力的に自分には厳しいかなと思いまして、2番の空港隣接のエアポートホテル、これがいいかなと思ったんですがお値段がかなり高いので諦めました。そして3番の空港近くのホテル、こちらがちょうど手頃な値段のホテルが見つかったのでこちらに決めました。場所なんですけれども、この地図の右側が空港になってまして、そのすぐ上がホテルになっています。空港からホテルまで深夜でタクシーで20分ぐらい、だいたい1600円ぐらいだったかと思います。近くて便利でした。なお私たちは深夜だったんですけれども、そうでない時間帯は、空港からホテルまでを結ぶ送迎バスのようなものがあるそうです。面白い。ああ、シェフズボックス。フローズンかホットか選べます。シェフズボックス。カップヌードルとかポテトチップスとかナッツとかドリンクとか出ます。バー&ダイニング。こちらは日本料理です。長兵衛。
でヌードルをいただきました。なんと2つで500円しないというお安さでした。去年シンガポール旅行の際には近代的な人気のエリアにばかり滞在していたんですけれども、物価がすごく高いなっていう、東京とあんまり変わらないなっていう印象だったんですが、今回ローカルエリアにも行ってみまして、物価が安くてちょっと嬉しかったです。嬉しい発見でした。体重制限書いてなかった？これね、秘密が何もない。ビーチは意外と綺麗なんですけど、向こうにはタンカーがあるし、上には飛行機もあります。もう蒸し暑くて蒸し暑くて髪の毛縛りたいです。汗が出ます。その場で作ってくれたストロベリースムージー、贅沢だね。この時にストロベリースムージーを買う前にレモンジュースとトーファーを実は最初注文したんですけれども、お店の方にそれは一緒に食べちゃいけないよっていうようなことを言われたみたいです。ちょっと言葉が分からなかったんですけれども、多分牛乳とレモンを合わせると分離してしまったりするのでお腹に良くないよっていうような話なのかもしれないんですけれども、もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。8階のプールにやってきました。先ほど歩いたビーチがあの辺だと思います。ゴルフやってます。プールもあります。日差しが強くなってまいりました。カーテンを閉めずにはいられません。めっちゃ暑いです。
チェックアウトを済ませまして、チャンギビレッジホテルを後にします。空港から車で20分ぐらいで近いですし、ホテル代もリーズナブル。近くに飲食店もたくさんあるので、シンガポールの空港に深夜に着いた時には選択肢の一つとしてなかなかいいホテルだと思いました。さて、次回はいよいよフェリーに乗ってインドネシアのビンタン島へ渡ります。